どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回は千葉県印西市にある日英インテック株式会社の千葉工場にお邪魔しています。こちらでは季節外れの夏にイチゴを栽培しているそうなので見学させていただきます。この動画を撮影しているのは9月5日なんですが、最高気温が35度ぐらいになるぐらい、暑い場所です。夏に作られるイチゴといえば、夏が涼しい北海道などが主な産地なんですが、果たして本当にこんなに暑い場所でイチゴが作られているんでしょうか。早速見ていきたいと思います。関東などの夏が暑い場所でも夏イチゴを作りたいという方はぜひ最後までご覧ください。本日説明していただく日英インテックの高橋さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではまずはこちらのイチゴ栽培の概要について教えてください。こちらのハウスの面積は約200平米となっております。イチゴの栽培株数は1056株、四つ星という品種を栽培しています。四つ星を選んだ理由はなぜですか？はい、四つ星を選んだ理由ですが、形が綺麗で糖度が高いこと、一年中栽培ができること、そして種から栽培できるので炭疽病の心配がないことが挙げられます。こちらの区画は夏秋栽培の作型になっております。3月上旬にポット苗を定植し、5月下旬から収穫を開始しております。来年の1月下旬まで収穫する予定になっております。はい、じゃあちょっと見させていただきましょう。すごいですね、葉っぱが元気に育っていて、下を見ると大粒の実があったり、花もたくさん咲いていて、ずらっと花と実が並んでます。いいですね、ちょうどいいサイズの実がたくさんなってますね。はい、こんな感じに一列ずらっと実がなってます。で、上を見てみると新しい花もたくさん上がってきてますね。で、葉っぱも大きくて元気という感じになってます。これいつ植えたんでしたっけ、苗を？こちらの苗は3月上旬に植えてあります。3月上旬、すごいですね。この9月になってもまだまだ葉っぱが元気そうです。こちらの区画は昨年の10月下旬に定植をした場所です。1月から収穫を開始して現在も収穫をしております。今年の1月からずっと収穫しているんですね。葉っぱを見てみるとまだまだ元気そうですし、実もなかなかいいサイズのものがたくさんずらっとなってます。すごいですね、1月から9月までずっと収穫を続けて、まだ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 取れそうですね。こちらの区画は促成栽培の作型になっております。8月下旬にポット内の定植をしたばかりです。10月下旬から収穫を始め、来年の6月まで収穫する予定でおります。こちらの苗はまだ植えたばかりということですが、葉っぱの生育は順調そうですね。はい、9月5日でもう花が出てきているので、これは10月の上旬には収穫ができそうです。こちらのビニールハウスでは、ここは植えたばかりで、こちらはね、もう冬から収穫していたり夏からね収穫していたりという感じで、一つのビニールハウスの中でいろんな作型があって、収穫をずっと続けているというところが非常に面白いなと思います。こちらでは四つ星を育てているということだったんですが、四つ星以外は育てていないんでしょうか？はい、四つ星以外の品種も栽培しています。例えばこちらの白いちごです。おお、すごい、白いちご、しかも大粒ですね、なかなか。はい、こんな感じにいろんな品種を育ててるんですね。こういう一年中イチゴを栽培している施設って、病気とか害虫も一年中発生してしまって、その防除がすごく難しいと思うんですけれども、そのあたりはどうされてますか？病気につきましては、こちらの天井についている UVB ライトを使用してうどんこ病を防いでいます。害虫につきましても同じ UVB ライトを使用してハダニの防除をしております。アブラムシ、アザミウマにつきましては、弊社のグループ会社アグリセクトの商品の点滴製剤を使用して害虫を防いでいます。使用している点滴製剤はこちらのメリトップ、
こちらのスワーマイトを使用しております。いちごテックの実験農場でもコレトップやクロマルキューブなどいろいろ使わせていただいております。受粉もアグリセクトの送粉昆虫のアグリトップクロマルデラックスを使用しております。では次にこちらのハウスの設備について教えてください。こちらのハウスは弊社が開発と製造を行った軽量鉄骨ハウスになっております。弊社は鉄の加工が得意な領域でありますので、その強みを生かして設計したハウスになっております。耐風速は38メートル毎秒です。天井の片側には太陽光パネルも設置してあります。ハウスに付属する環境制御は換気扇付きの天井、水平式のカーテン、二段式の側槽です。ハウス内の設備はヒートポンプエアコン、溶液システム、光冷却式の降雪ベンチ、光合成促進機があります。スマホで遠隔監視と遠隔操作ができます。こちらがスマホの操作画面です。こんな感じの画面で、例えば今はハウスの中の室温の過去24時間のデータがグラフとなって見えております。はい、それからこれはリモコンみたいにも使えるので、ハウスの中の装置を遠隔で停止したりとかオンにしたりとか、そういったことができます。はい、それからこのようにハウスの中にカメラがあるので、遠隔でハウスの中の様子を見ることもできます。まあ、こんな感じにインターネットの接続されたスマホさえあればどこからでも中をモニタリングしたりとか操作することができます。はい、今このハウスの設備を見させていただきましたが、いろんなものがついていてすごいなと思いました。で、こちらのいろんなある設備の中でも一番の特徴って一体何でしょうか？はい、一番の特徴はこちらにございますヒートポンプエアコンによってこのハウスの室内の温度を下げることができる点です。真夏でも昼間は30度、夜間は15度までこちらの室温を下げることができます。温暖地でも北海道のような冷涼な気候を再現でき、夏いちごを収穫することができるんです。すごい、夏いちごをこの関東でも作れるっていうのは画期的なことだと思います。通常のハウスですと関東だと夏の昼間ってハウスの中が40度以上になりますし、夜でも30度ぐらいになってしまうことが多いです。で、この温度っていうのはイチゴの生育適温からすごく外れてしまうので、関東だと夏イチゴの栽培っていうのは非常に難しいです。例えば今年はこの地域は最高気温が30度以上になる真夏日っていうのが8月末までの時点で70日もありました。まあ、それぐらいすごく暑い地域なんですね、ここは。そんなこんな暑い場所で夏場にこれだけイチゴが作れているのはすごいことだなと思いました。高橋さん、これは何ですか？はい、こちらのコンテナは育苗施設と冷蔵庫です。早速中に入ってみましょう。エアシャワーで体についたゴミを落としてから中に入っていきましょう。こちらの育苗施設の大きさはどれぐらいでしょうか？こちらの育苗施設は縦が6メートル、横が 2.4 メートル、高さが3メートルとなっております。はい、結構コンパクトな施設ですね。で、ここでイチゴの苗作りってどういうふうにやるんですか？はい、それでは実際に苗を見ながらご説明させていただきます。こちらが四つ星のポット苗です。こちらの育苗施設ではセルトレイに四つ星の種をまいて LED の光で栽培しています。隔離して栽培できますので害虫や病気の心配が少なく苗を栽培することができます。また気温の影響も受けないので一年中苗を栽培することが可能です。こちらでは1回の種まきで約2000株の苗ができ約3ヶ月で苗が育ちます。年間で最大約8000株の苗が栽培することができます。炭疽病の心配や猛暑や台風被害の心配がないのは安心ですね。また促成栽培の野冷庫としても使えて花芽分化を自由に制御できるので収穫時期を自由に決められてすごくいい施設だなと思います。こちらは電解を利用した冷蔵庫です。こちらでは最大
950kg のイチゴを保存することができます。イチゴは収穫してから21日から28日間鮮度保存できます。そんなに長く鮮度保持できると出荷の時期を調整できてすごいいいですね。ちょっとじゃあ中も見せていただいていいですか。はい。こちらが電解を発生させるパネルになっております。冷気が出してます。こちらが今朝収穫した四つ星になります。宮崎さん、ぜひこれ食べてみてください。ありがとうございます。いただきます。じゃあこれを食べてみます。いただきます。うん、甘くて美味しいです。ありがとうございます。今食べてるのが9月5日なんですけど、まあ、この夏の時期とは思えないぐらい甘くて美味しいですね。これ四つ星ですよね。はい、そうです。はい。美味しい。あとこのサイズはちょうどショートケーキとか、うん、なんかスイーツに使うのにちょうどいいサイズだなと思います。はい、今回見学させていただいた設備一式はスーパーアグリハウスという名前で販売しているそうです。こちらのスーパーアグリハウスはどんな人向けの商品なのか教えていただけますか。はい。これから農業をやりたいと考えている個人の方や法人の方におすすめの商品となっております。まず、ハウス、栽培設備、環境制御装置、育苗施設、冷蔵庫がすべてセットになっているので、これ一式を買うだけでいちご農園を始められて、新しくいちご生産をしたい人にぴったりの商品となっております。また、ヒートポンプで環境制御が自動でできるので、関東で夏いちごを作ったり、冬いちごの出荷を早めることもでき、全国のどこでも、夏いちごでも、冬いちごでも、どの作型でも栽培することができます。そして、単価の高い夏いちごや冬いちごの早採りができるので、収益性が高く、儲かる農業を実現することができます。はい、儲かる農業ということでしたので、次はスーパーアグリハウスの費用対効果についても教えていただけますか。はい、わかりました。弊社で作成したシミュレーションをご紹介させていただきます。気象条件や生育状況など様々な要因で変動しますので、結果を確約するものではなく、あくまでも参考例としてお考えください。栽培地域は関東。作型は9月定植の促成栽培と3月定植の夏収栽培を半分ずつ組み合わせます。10R の初期費用は5000万円です。これに農地の取得費用や育苗施設、冷蔵庫は含まれておりません。10R 全体の収穫量は7000キロです。10R の売上は1600万円。営業利益は600万円で、初期費用の投資回収年数は10年です。また、収支について天候や栽培場所、物価変動によって変わることがあります。じゃあ、ここからはちょっと私気になった点があるので質問をしていきたいと思います。先ほど 10R で5000万円という話があったと思うんですが、いやちょっと結構高額だなと思ったので、まあ、10R よりももっと小さな規模でもやることはできますか。はい、お客様のご要望に応じて 10R 以下の小さな規模でも対応可能になっております。それから、今回夏収栽培と促成栽培両方を同じハウスの中でやっていたと思うんですけれども、はい、まあ、夏収栽培だけとか、まあ、もしくは促成栽培だけみたいな感じでもいいですか。はい、もちろん可能でございます。お客様の希望に応じてそちらはご案内させていただきます。それから1個のビニールハウスの中で夏収栽培と促成栽培をするっていうのはこれはもう絶対ですか。いえ、そんなことはなく、同じハウスでも棟を分けてもそれはどちらでも構いません。スーパーアグリハウスはこう一式で販売されている商品だと思うんですけれども、例えば公設ベンチだけ買いたいとか、まあ、ハウスの設備の一部だけ買いたいみたいな、そういったこともできますか。はい、もちろん可能になっております。まあ、あと今回スーパーアグリハウスを見学できて、まあ、すごい楽しかったんですけれども、まあ、他の人も見学はできますか。はい、もちろん見学可能になっております。概要欄の URL からぜひご連絡をください。今回ご紹介したスーパーアグリハウスとコンテナ式の育苗施設、それから電解冷蔵庫を組み合わせることで、いちごの出荷時期を自由に調整できて、
太陽光利用型の植物工場だと思いました。最近は夏の猛暑、大雨、大型台風、大雪などの異常気象が当たり前になりました。なので今までよりも頑丈で環境を制御する設備の重要性が増していると思います。本日は見学させていただいてありがとうございました。とんでもございません。ありがとうございました。今回ご紹介したスーパーアグリハウスについてもっと情報を知りたい、気になる、見学したいという方は概要欄にリンクがありますので、そちらからいろんな情報にアクセスしてみてください。では今回の動画が面白かった、役に立ったと思ったらぜひ高評価お願いします。質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園、観葉植物などいろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。